本日の水曜カレークロスご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ということで11月2週目のスイプロということで、今日はですね、新規でお見えになっている方も結構いらっしゃるみたいでですね、なんか新しい感じのスイプロも体験していただきつつ、今後、来週以降も、このスイプロのストーリーをご覧いただけるように、こちらの皆さん、スタッフ選手一同頑張っていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。実況席、実況は私ダミアン武田とカルボナーラ高岸、リングアナウンサーは佐古晴美、そして解説はスポルティバエンターテイメント佐藤亮会長でお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして佐藤会長、はい、今日は新規の方がお客様がちらほらいらっしゃるということで、はいはい、我々もそれを聞くとですね、気合が入ってしまうなという感じでございますけれども、ちょっと感染対策で今環境をすごくさせてもらってるんでね、はい、店内の温度も下がってきてるとは思うんですけど、はい、お寒い方とおられたらちょっと気軽にお声掛けください。何らかの上にあったよね、なんかグラブとかなんかね、少しお貸しできるかなと思いますので、はい、その辺もお気軽にお声掛けください。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、感染中はですね、皆様ご面倒だとは思いますけども、マスクの方をしていただいた状態でご感染の方をお願いいたします。ご飲食の場合はマスク外していただいて、大丈夫でございますけども、試合中ですね、ついこう声が出そうになるとか、そういう時はマスクした状態で、できるだけ、拍手とかですね、足踏みで、応援していただけたらなと思います。マスク着用で、感染はなし、はい、まだこの状況ですよね。そうですね、はい、なんか世間では第3波が来てるっていうようなね、はい、話もございますので、今一度ちょっとね、皆様にもご用心いただいてですね、安全に感染の方していただきますようよろしくお願いいたします。さあ、最後の場所、なんといってもですね、先日11月8日の水木7周年興行、そこで発表がありましたけれども、トヨタプロレス勇気の水木選手と、あと、11月8日にデビューしたばかりの聖夜選手、はい、トヨタプロレス勇気と、そして、スポルティバエンターテインメントと、2団体所属という形でですね、その2団体所属となる最初の試合ということで、はい、特に聖夜選手はデビュー2戦目ということで、非常に、今後の活躍、楽しみだなと思うんですけど、もともとはね、ソウルプロレスさんと仲いいお付き合いさせていただいておりまして、はい、指導の方もね、我々のというよりも学ぶようなプロレスラー全員で行ってきましたし、はい、なお一緒に活躍の場を広げるためのダブル所属ということで、はい、お話し合いの末そういうふうになりましたということで、はい、今日そこからの初戦ですから、はい、はい、いいファイト期待したいですね。はい、ということでございまして、本日はこの3試合となります。最後までどうぞよろしくお願いします。本日の第1試合、シングルマッチ20分1本勝負、
聖夜 VS 八尾井健一の一戦です。さあ、まずは絞っていくよ。さあ、デビュー2戦目の聖夜。さあ、今日はパワーファイターの八尾井との一戦となりました。先日11月8日にデビューしたばかりです。その時はですね、藤田の相手に18分の戦いを見せたという聖夜の聖夜選手ではありますけれども、今日はこの八尾井相手にさあどのような戦いを見せるでしょうか。八尾もパワーファイターですからね。はい、それもそれなりにやっぱり。はい。100kg ぐらいの体重の八尾。その八尾に全力でぶつかっていきそう。ちょっとやそっとじゃびっともしないぞ八尾。100人を打って倒した。どんどん行った方がいいですね。遠慮なく行ってほしいというさあそういう斉藤会長の思い。しかし逆に八尾が八尾が聖夜をもうスタートから完全に支配しています。ガッチリ行け、ガッチリ。さあ力の差は歴然としているんでしょうか。重たいエルボー。さあ聖夜も返す。さあ一発がダメなら二発三発。力負けするなら手数いくしかないですからね。聖夜聖夜カモン。お客さんの手拍子が聞こえましたでしょうか。脳天エルボーを落としてシリコックに固める。さあ脳天にたどり着けるか。どうだ。逆水平ロブフテエルボー返せ。ワンタッツー相手に。さあ軽いヒットボディスラムで叩きつける。もう一発いく。返せ。もう一つ相手が相手。さあ、八尾井が今度は来ないの、来ないの、来ないの。逆肩を受けた目に入るのか。後頭部を踏みつける。
さあ、ロープ振って、さあ、やっと避けておいているわ。おー、さあ、すっごい。さあ、バーを生かしてドロップキックで倒してきた。そして、この対角線を振って寝るわ。もう一回対角線に行った。試合時間5分経過、5分経過。さあ、ここから、さあ、持ち上がるか。110キロ持ち上がるか。さあ、こういう形で持ち上げるんだよと。逆にここで振る。カウンター2。はい、さあ対角線に振って、ヤオイが狙ってる全体重を浴びせていった。そしたらここからサイドスーパックスに入ろうとするところをこらえるせいや。さあならばと、あー、スフィアーが倒していったせいや。さあ、もう一発狙ってみたらエルゴ、もう一発。さあ、倒れないならまだまだ、しかし逆にヒップアタックで迎撃した。なんとして
第2試合シングル待ち20分一本勝負浦弘明VS水木の一戦です。さあこの両選手バトルロイヤルでは当たったことがあるがタッグシングルを通して勝負するのはこれが初対決ということになります。さあ青コーナーの赤いタイツの浦弘明が明日11月12日にデビュー7戦目を迎えます。そして先日11月8日にデビュー7勝の興行を大成功を打ち終わらせた水木、そういったある意味異色の戦いとなります。タックルでは浦がやはり体力的に有利。さあその裏を蹴りを叩き込んでいった水木。カウンター1。昔のプロレスでは男女の死に場所ってなかなか考えられないですけど、そうですね。今様々な様式の中で男子対女子って形が増えてきましたからね。さあそういった戦われるこの両選手。 さあ水木としては裏相手の得意の鋭い蹴りから勝機を見出していきたい。さあそして裏は取り切れない動き、そういうのを含めて水木を確認させていきたいところ。これが2。これが2は女子選手が少ないですからね。水木には辛い戦いが続くかもしれませんけども、自身の好きだと思うのね。 はい。またつ。さあそしてローペフ系。エルボーを持っていった。今のところ余裕の試合運び、そんな形の裏。 さあ防戦一本出して水木コーナーを使って押し込んでいく。さあ大きなハンディがあるのか水木。 負けじと水木も返していく。マルキック強烈、もう一発。さあ連射でいったがその蹴りの足を掴んでいるぞ。水木鉄砲が死ぬ。ゲームの手入れがため デビュー3年ですが、先月行われました、自分の団体ですね DDP の大会では自分の団体のベルトを持つ柴山隆也にチャレンジするという、そういった抜擢もありました。よく見ている水木。さあそしてここで さあ反撃の糸口になるか。さあ緑の連発から。さあクロスボディが受け止めたんだ。
次が DDT で叩きつけていった。試合時間5分経過、5分経過。背中、そして胸元に。ああ、いやあ、うん、ハンドツー。負け。さあ、嬉しい逆十字に入るとき。さあ、6分。ひねっていく、1回転、2回転、そしてコーナーに持っていって、コーナーを使っての三角決め。パッサッパッサッパッ。ですけどね、今度はトップロープに登って、さあ、ラインがボディアタック。パッサッパッ。ワンタッチ。さあ、そしてネックブリーカードロップ、ショルダー式。さあ、コーナーで狙っている。さあ、何に行く。100ポイント。さあ、得意の100ポイントからの5分間獲得。首をかっきった。さあ、勝負はもう終わらせるのと。しかし、ここでスモールパッケージで逆転。ジャンプ2。シャインウィザード。ジャンプ2。さあ、水木の反撃。あと、ハイブリッドが出てパンチだ。カウンターに入って、みずき、さあ、エルボー打ち込んでいった。カウンター2。みずき、こちらはテイクドロップキックで顔面を捉えた。みずきさん、みずき、みずき。さあ、ここで持ってく対抗時間が長い。溜めてのフィッシャーマンスーブレックスホールド決まった。
せいや対蓮香誠お三方選手、はい、第2試合、琉球ドラゴンプロレスより前田美咲対さえ対瑞希はい、そして第3試合で山本翼大波道組対ドレイク森松根本香織組セミファイナル、清水優対、こちらも琉球ドラゴンプロレスより白海セイバー選手はい、そしてメインイベントが、松坂牛介豚田豚彦対ペロステルニャンキーとなっておりますはい、これ誰だよって話ですよね松坂牛介って誰だよって話ですけど、はい、これ、ね、普段、スポーツティーバーで試合をしている選手があの豚の格好と牛の格好をしてで、犬の格好をした選手と猫の格好をした選手が戦います、はい、もうだ誰とは言いませんけど、はいはい、こういうあの素晴らしい紅葉を行います。なので皆さんチケットを買って応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日のメインディッシュタッグマッチ30分一本勝負を行います。
ねえお前サウンじゃねえよ。本日のメインディッシュタッグマッチ30分1本勝負、芝山高安くんの旅に勝つ。よし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 ポルティは純正タック対グランタックという、さあこの魅力の一戦となりそうでありますけれども、さあこの中で頑張りたいのは、さあ今日の北太一清水優、さあ今日の渋山はクリーンバージョンということでありましょうか。さあ対する清水はそうは言っていられない。さあこの余裕を消していきたいところ、さあどのようにして攻めていく、やはり腕を取られてしまう。先週の試合後にあの試合が失敗がありましたけども、はい、そこ踏まえて清水ガンガン行かなきゃいけないと思うんですよね。そうですね、まあ、キャリアで考えたらこの3人の中に入るのはね、どうなのかとは思うんですけども、はい、どんどんキャリアがないことからメインに上げて経験していかなきゃいけない、それがスイープロの本当ですよね。さあ今年は自身の怪我もありました。さあコロナというところもあるので、さあ順番というところではないんですが、もう清水も36になりましたからね。そういうことですよね。戦う中ね、もっと頑張らないとね、やっぱりね、頑張りますよ。さあ、オールドリューキー、清水優であります。うわっっ、ここも抑えられてしまっている。さあ、やはりレスリングの技術、経験できるから、自然の高が、GP のチャンピオン。清水の選手ですから、あの四国の方にね、遠征に行きましてね。そうですね、どこで。そうですね。はい、いい評価がね、選手に少し見られましたけどね。はい、こちらもリーグ戦戦ってまいりました。他団体への参戦といった経験も十分積んできている。さあ、濃い1年半を過ごしているという中で、さあ、ここは一旦お互いパートナーにタッチしていきました。さあ、青コーナーは安久保田、そして赤コーナーは石田信也。様子を伺いながら、ここでファーストコンタクト、さあ、やっぱりホットロックで締め上げていく。ヤスがパワーで勝つ。ショルダータックル、しかしここを切り上げて、そう、これを、あー、うまくタイミングを外していきますが、石田さん、ここも経験の出せる技、そしてハイスピード、あー、一試合のテンポ上がっていく。離れ、そして今度は場外、ライディングキック、これは、さあ、お客さんも気をつけてください。離れて、さあ、お客さんも気をつけてください、場外で、さあ、石田がヤスを攻めていく、そしてリング内に戻していく。石田らしいこの手で、そしてリング内に戻っていって、そのままスリーパーホールド。石田独特の石のかけて、体重をかけていく、そしてそこに清水も入っていく。のそのそと入っていくんですね。フロントネックロック、
清水が、そして、自陣のコーナーに、パスを捉える、そして、ここは清水と、そうそう、気遅れしないで、これに行こう。脇を揺れて、エルボーを叩き込んでいく。やっせー、ヤスがじりじり、じりじりと前進をしていく。さあ、これはヤスには効いていないか。すごいよ。やっせー、脇を揺れていく。わきゃー、わきゃー、わきゃー、こうやって打つんだよ。さあ、この強烈なヤスが。試合時間5分経過、5分経過。膝が崩れたのは清水。さあ逆にここは青コーナー側、さあここが止まってしまったのは清水であります。さあ回されていく。やっしゃ、さあこれはもう全然違う。さあ技術かわしみだ。けどここでやっぱね、気迫だけでは負けないから清水は。いつまでもどんどんこの前に出てくるやつ、前に行かなきゃダメなんですよ。清水、さあ清水はここを何とか、おい、すぎ、このショップ、これで攻撃止まらない、やった、ここから崩れてそこを縛れば、スラム投げられた、そしてそこをホール、この2、もう一度カウント2、2対1。さあここでスタミナを使ってしまったか清水。さあタッチワーク警戒、青コーナー右下の松久保田にあります。スリーコーナー止まって、時間が長くなっている。ここでスタミナも奪われてしまう。なんとか気迫を出していきたいところだが、ただその気迫をも奪ってしまうという、この宣言された攻め、なんとかロープレイクカードを取り、足を下げていきたいシリーズ。さあ声援を受けて何でしょうか。ブレイクブレイク、ところちょっと一発。さあ足の踏み場が引かない。やっさ、悔しくねえのか。さあ足を上げていく。わあ、なんだそれ。うわあ、さあ何倍返しのナイルボー、そして柴山、あっちに行く。さあ完全に真剣をつかまっている。終わりたくないが、フェイスロック、フェイスロック、もう少し、さあここは反則、カウントを取られて一旦ブレイクしたところ、ブロックした。さあそのままホール、うわぁ、そこを取り返していく。うわぁ、待て待て待て、リング中央、逃げ場がないところ、さあ逃げ場、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 ここをブレイク、なんとか耐えた清水。しかし間髪入れずにストンピング浴びせていくのは芝山であります。終わりか清水、終わりか、捕まってしまった、なんとか打開したい。ノック浴びせていく、これは強烈。さあ清水、清水、もう一発食らってしまう、一発一発が効いている。さあ膝足が立たない、踏ん張りが効かない中で、ここでコーナー振られる。さあ狙ったところ、コラを蹴りで返す、もう一発いく。さあここも一発、耐える耐える、清水さあここに走って、もうランニング、なんとか自力で返した清水。あとは
く。さあここで捕まえて、さあ石田でベースを掴んでいったスポーティバック。さあ前髄に敵を見舞ってスワンダイブ式を。めっちゃいいか。ここはフォールに行く。さあどうか。この2。試合時間10分経過。10分経過。そしてそのままスリーパーホールド流れるように、さあ体重をかけていく石田慎也、独特の入り方。ここでロックして石田慎也、さあ石田慎也クリックした、そのままグラウンド見ていって、さあ起き上がったところ、さあ間髪的に攻めに入り、ロックに振ろうとしたところは芝山が耐える。ここはスキック一発に待ってロープ、しかし柴山耐える。ここは綺麗に決まった。そのまま、おっとおっとおっと、入れて大胆突き刺さりましたね。今さあ、ダメージが大きそうだ。お互いのお互いのさあ、いいところ越して、バトナー変わる、やっと清水
チャンスですよ、これは。はい、志田がヤスを抑え、ペルルの出場者よ。柴山と清水の一騎打ち。柴山行け、柴山。さあ、清水も気合十分。近いさ、近いさ。ああ、チャンス。打った、打った、打った、打った。俺らにお金を払ってくれて頑張れって言ってくれてるんだぞ。おい、普通はまあお金払った人が相手に向かって頑張れ負けるなとか言うか。そんなな教会どこにあんだよ。俺らみたいなお客さんの前でプロレスや野球やサッカーをやるプロの選手しか言われないんだぞ。お前分かってんのか、それを。なあ、お客さんがどんな気持ちでお金払って見に来てるのか分かってんのか、お前。分かってねえだろ。なあ、一年経ったんか。一年経ったんだろ。何を学んできたんだよ。何をやってきたんだよ。お前、お客さんに失礼だぜ、今のまんまだと。悔しいか。悔しかったら這い上がってこいよ。なあ、なあ。すいません、ちょっと説教してしまいましたけど、お客さん、お客さん、本当にいつもありがとうございます。見てくれてる方本当にありがとうございます。皆さん毎日毎日どんな気持ちでお金をいただいてますかね。僕らあなた方から当たり前のお金をもらってるわけじゃないんですよ。だったらそれを何倍にしても返さなきゃいけないんですよ。それがプロってもんじゃないですか。お前できてんのかよ、こら。なあ、悔しかったらこっから這い上がる姿、今日来てる人、見てる人全員に見せろや。なあ、やれるか。やります。やれるか。やります。お客さん、清水がこう言ってますよ。
それでもちょっとまだっていう人は結構です。でもこんな清水でも、いやこれからの清水に俺は私は期待するという人はもう一度盛大な拍手をお願いします。石田さん、石田さん、ちょっと柴山さん、柴山さんもね、毎日お客さんいないところでツイキャスやってね、大変な思いしてるじゃないですか。でも実際はいるんでしょ、お客さん。いないっすね、ほんとゼロ。でもしんどいでしょ、お金稼ぐって。それをいただいてるわけですよ、私たちを毎週毎週ね。え、何をしてみようかって忘れちゃったじゃないですか。まあスイプロは今日見たラインナップ通り、まあ、自分や芝居はね例外として、他の今日出た選手、若い人たちが十分皆さんからお金いただいて見せれるような試合を来週からもずっとずっと続けます。皆さん大変でしょうが、また足を運んでくれますか。おらおら、はい、今日 YouTube ご覧いただいた方は何人いらっしゃるんですか。これか、総再生回数が228かな。現在が同時視聴者数で29人。29人、はい、その29人の人たちがね、まあ、あのパンパンになっちゃうとあれね、いろいろソーシャルディスタンスがあると思うんですけど、やっぱりね、オーナー、たまには来週、たまにはトッピング無料かドリンク一杯無料。やばい、こんな状況で見せたら苦しいってどうすんだよ。やっぱ僕らはそういうこと事前に言っとくもんだぞ。いやいや、事前に言わないのがいいじゃないですか。なんかマイクの飛んだら俺とか降ってきて、ちょっとおかしない本当に。いや、やっぱり、あの止まれないでしょ。画面の皆さんもいいんですよ、十分あの素晴らしさ伝わってくれてると思うんですけど、やっぱり若いやつらの頑張れるっていうのは多分皆さんの熱い声援じゃなくて、今は熱い眼差しだと思うんですよ。そのためにお客さん呼ぶには、え、どうすればいいですか。トッピング3品ぐらい無料にしたら無料にしたら3品多いですよ、赤字や。3品多い。カレールー 10g 増やすとか。あ、そう、これ、それはこれ、それはこれ。じゃあトッピングかドリンク、トッピング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 、赤ウインナー1個とかダメですよ。トッピング、来週来てくれた方にトッピング無料にします。1.3 ですね。ダメですダメです。はい、その代わりあの店員に達した場合はもうあの締め切っちゃうからね。え、俺こんな締めでいいの。おすげえ飴とムチじゃね。大丈夫、おい清水。おい、いつまでお前座ってんだお前。いいか、覚えとけよ、お客様はお金を払っていただいて見に来ていただいてるんですよ、はい、いいですか、それだけは一生忘れないでください。このプロレスラーでいる限り一生忘れないでください。そしてあなたは何するか、あなたはこのお客様たちの全てを笑顔にすることが使命ですよ、わかりましたか。はい、あなた方もですよ。急に何ですか。何ですか。先生、先生、もうちょっと俺どうやって締めていいか分かんなくなったよ。石田、最後頼むよ。まあ、ね、石田を中心にこのスイプロは俺らみたいな老いぼれはな、もうそろそろとな、ご隠居生活しなきゃいけないから、頼むよ。しょうがないな、締めてあげるかって言いたいんですけど、まあたまには ね、お客様をね笑顔にさせなきゃいけないんですよね。いや、ね、そう、僕はねもう試合でももうバンバン笑顔にさせちゃったんで、今日やっぱここはね悔しい顔をさせてしまった清水さんがそれ最後ドーンとね笑顔にしてくれると思うんで、皆さんどうですか、たまにはね君さんがどんどん笑顔にね。え、なんだその顔。
スイプロのエースになるぐらいいい。そうだ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 、スイプロのエース。過去にお前スイプロのエースっていうのはいなかったんだから、お前エースになるぐらいいいよ。いなかったっす。もういないんだよ。そんなにないっす。そんなやついない。バシッと締めろ。な、締まれて締まる。皆さん今日はご来場ありがとうございます。ヤスさんとか石田さんとかの厳しい言葉をしっかりと受け止め、毎週水曜カレープロレス頑張っていきますので、これからも清水優、そしてスポルティーバ、そして名古屋のプロレス界よろしくお願いします。そしたら最後に、誰だこれ。きっとよ。じゃあ最後に皆さんご起立ください。ご起立できる方でいいですよ。ご起立できる方でいいです。それでは3-2-1スイープローでシンプルに締めさせてもらいます。いくぞー。あ、そうか、できないですか。ジェスチャーで皆さん大きいジェスチャーでお願いします。ジェスチャーでよろしくお願いします。いくぞー。3-2-1スイープロー。ありがとうございました。ということで、さあ配信で見ている方々もですね、見ていただいた方も、はい、現地で見ていただいている方も、はい、はい、この後のスイープロに期待していただいてということなんですけども、来週はトッピングが、何らかのトッピングが、ついてくるという、はい、ことらしいですよ。はい、トッピングの協賛とか、なんか募ろうかな。なんかウインナー、精肉店がウインナーくれるとかないかな。このウインナー使ってくださいみたいな、ね。まあ、そんな人を募集したいです。あ、なるほど、はい、配信で見てください。そうですね、配信見てる方はね、いろんなコマーシャル映像、動画、どんどん流れてると思うんですけども、こういう形でね、いろいろ協賛の形もありますんで、ぜひともね、何か私もぜひという方がおられれば、問い合わせいただければと思いますし、まあまあそんな話はいいや。まあ、清水がね、今日締めましたけども、まあまだ1年半ですよ。35でデビューして36になって、まだまだ、もう老いていくばっかりの中年がね、なんとか食いついていこうと頑張っていくわけであって、それをね、全力で受け止めてくれてる先輩方がいるってことがね、あいつの何よりの財産だと思うし、今日も序盤からやっぱあいつ、先週石田に言われたことがやっぱり胸に引っかかってたんだろうね。いつもの清水じゃなかったけど、やっぱり声出してね、自分でぶつかっていって、自分でぶつかって打破していかないと、それはダメなんだよ。誰かの手を借りてじゃない、自分で、絶対に自分でその環境を打破していくこと、それがもうあいつに課された課題なの。それを先輩方みんな信じて、厳しい言葉を与えてくれてる。あいつがどう答えるかは、これから毎週毎週あいつが見せていくこと、それを僕たちも支えていくってこと。僕らもプロとして配信もしっかりやっていかなきゃいけないし、いろんな形でみんながプロにならなきゃいけない時代だから、みんなで成長していって、この新しい時代のプロレス工業ってのをもっともっと頑張ってやっていきます。来週もよろしく。ありがとうございました。ありがとうございました。